ブギウギ朝ドラ NHK 第14回あらすじ梅丸少女歌劇団 USK にて、 USK の運営する梅丸から突然の発表がありました。ブギウギ朝ドラ NHK 第14回あらすじ梅丸少女歌劇団 USK にて、 USK の運営する梅丸から突然の発表がありました。稽古場にて突然に事態に動揺する団員たち。すると娘役トップスター対話玲子が会社と交渉を試みると宣言しました。一方劇団で頑張ろうと思い直したばかりの鈴子の同期和樹は苦しい家計で暮らす家族を思って退団を決意。同じように数人の団員たちも辞めていきました。鈴子をはじめ残った団員たちは玲子を中心に団結するのでした。その後 USK の運営会社梅丸の大熊社長に宛てて書いた嘆願書を部長林に手渡した綾子。林はできる限りのことはすると約束しました。一方で外野では桃色葬儀と新聞が書き立て世間の注目を浴びることになったのでした。ブギウギ3週14は10月19日期予告感想まとめあり、不尽な賃金減額に抗議あれいこ先輩を中心に鈴子ちゃんたちが団結します。第3週のタイトルにもなっている桃色葬儀、実は梅丸少女歌劇団のモデル松竹楽劇部後の OSK 日本歌劇団において本当に起こった出来事です。昭和8年1933年、経営陣から待遇条件の見直しを拒否されたことを機に団員たちが舞台をサボタージュして対抗しました。この時松竹楽劇部の団員たちを率いた葬儀団長が最も人気を集めていたトップスター飛鳥亜希子、飛鳥亜希子さんです。この史実から考えると対話玲子像を形作っている一人は飛鳥さんではないかと推測しています。飛鳥さんは開業医の娘として生まれ育ち松竹歌劇部に入団後はクラシックバレエの名手として人気を集めたのだとか。真面目な努力家で当時はバレエシューズがなかなか手に入らなかったため足先に包帯を巻き血をにじませながら練習を重ねていたと伝えられています。そういえば第7話で子供時代の鈴子ちゃんは玲子さんからバレエ練習用の布切れをもらっていましたよね。もしかしたら飛鳥さんのエピソードが生かされて2人のシーンにつながったのかもしれませんね。玲子さんを中心に団結して理不尽な労働条件に反旗を翻す鈴子ちゃんたち、実力人柄ともに団員たちから絶大な信頼を寄せられる綾子先輩が桃色葬儀の矢面に立ってこれからどう戦っていくのかに注目したいですね。以上ブギウギ3週14話のネタバレあらすじ予告でした。